株が大好きな皆さん、こんばんは。今日は怪しい銘柄を紹介しましょう。3864、三菱製紙です。こやつ、株価がめちゃくちゃです。アリ地獄、底なし沼、声だめ、うんこ、そんな感じの銘柄です。このどうしようもない会社は花セレブの王子グループの製紙会社でございます。今はどうか知りませんが、王子 HB は三菱製紙の 33% くらいの筆頭株主だった気がします。日本の製紙業界では7位くらいとなっております。一応この業界のトップは王子 HB です。そこと業務提携してるんで多分潰れないとは思いますが、とにかく株価がどうしようもない値動きをしています。てんてけてん、なんでかというと、天然ガスやパルプなどの資源が上がってるからです。この業界って製車が赤字とかそういう時代だったと思います。私は電気やガスの会社にもたくさん投資をしているので、資源価格というのは気になるところです。天然ガスについては欧州がとんでもないことになってますが、日本も割と高値圏内で推移しています。直近では下がってきて生えますが、上下の動きが激しいのでどういうトレンドなのかは分かりません。しかし個人的にはもう下がっていくんじゃないかと思ってます。一昔前はガソリンが枯渇すると言ってた旗からシェールオイルが余るほど湧いて、WTI が20ドルを割ったりしてました。資源はちょいちょいなくなる詐欺をします。電気もガスもそのうちドットから供給されて、一般人は何も知らないまま普通に生活していくのでしょう。てんてけてん、まとまりがなく長々と話してしまいましたが、まあいつものことです。眠いししょうがないよね。で、つまり私が何が言いたいのかというと、三菱製紙ポケットマネーで買うくらいならいいんじゃないですか、とそういうことです。てんてけてん、こんなうんこ銘柄を全力返してはいけません。こういうのは宝くじ感覚で少額で期待せずに買うものです。個人的には今買ったら多少は儲かるとは思ってます。てんてけてん、最後にもう一つ言うと、この地獄みたいなチャート見た瞬間にあのチャートに似てると思いました。くしくも名前まで似てます。そう、三菱自動車です。三菱自動車は日産と提携しています。三菱製紙は王子 HB のグループです。いろいろと被るんですよね。そして三菱自動車はここに来て爆上げしています。私は三菱自動車で 100% 以上の含み益を享受しました。つまり何が言いたいのかというと、三菱製紙の株価もそのうち三菱自動車のように2倍以上になるのではないかと、そういうことを言っとるわけです。私はもちろんドリーマーなのでそこそこのホルダーですよ、とそういうことです。年末は夢を見ましょう。てんてけてん、最後までご視聴いただきありがとうございました。相場は自己責任で命を張りましょう。応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それでは皆さん、また見てね。ご清聴ありがとうございました。